では続きまして特別表彰委員会池田哲夫議長にお願い申し上げます。はい、皆さんこんにちは、議長を仰せつかって池田と申します。本日は、お越しいただきまして本当にありがとうございました。今年の特別表彰委員会ですが、昨年の10人候補者10人から3人の候補者を入れ替え、今年1月8日に、特別表彰委員会の投票を行いました。10人の委員の中から 75% 以上の得票を得た人が晴れて野球殿堂入りとなります。今年はその中で、前田幸さんと石井連三さんが 75% 以上、前田さんは14票中12票、石井さんは14票中11票ということで、晴れて 75% を獲得いたしました。前田さんですが、ここの資料にありますけれども、1930年昭和5年9月22日生まれ、慶応大学在学中投手外野手として活躍し3度の優勝を実現します。卒業後日本ビールに進むと選手として4回、監督として1回、都市対抗大会に出場しました。1960年に慶応義塾大学の監督に就任すると、その年秋の早慶6連戦を指揮、82年に再度監督に就任し、85年秋にはリーグ戦10勝無敗での優勝を飾ります。96年アトランタオリンピックでは全日本アマチュア野球連盟協会委員長として銀メダル獲得に貢献いたしました。97年からはアジア野球連盟事務局長として野球発展途上国の支援や中古の野球道具の寄付を行うなど野球の普及に貢献いたしました。続いて石井連三さんです。1932年昭和7年6月26日生まれ、早稲田大学では4年次に主将を務め、秋季リーグでは首位打者打点王の2冠を獲得しました。そして優勝に貢献しました。日本工科に進むと第27回都市対抗野球大会に日本石油の補強選手として出場し、チームの初優勝に貢献。58年に早稲田大学の監督に就任し、60年秋には早慶6連戦を制し逆転優勝に導きました。72年朝日新聞社在籍時に後輩だった生原弘明氏の協力を仰ぎ、日米大学野球選手権大会の実力にご尽力されました。88年早稲田大学の監督に復帰し、90年春に8年15シーズンぶりの優勝を飾りました。全日本大学野球連盟全日本野球協会の要職を務め、少年野球の育成にも関わるなどアマチュア野球の発展に尽力いたしました。お二方とも野球の競技力を発展させると同時に、裏方としても野球界を支えてきた方です。以上です。私の紹介を終わらせていただきます。池田議長ありがとうございました。